なんだ、お前も地球代表として N オーキサイドに挑戦するつもりなのか。ここまで来れたのだから、まあ下手ではないんだろうがな。まずは俺と勝負と行こうじゃないか。とりあえずお手並み拝見というわけさ。思ったよりもやるな。だが俺に勝てたぐらいで喜んでるようじゃダメだ。もし N オキサイドと勝負するのなら、もっと腕を磨いておくんだ。ほら、鍵は渡すよ。おう、悪かったな。あの、失礼ですが、伊達刑事ですか？あ？まあそうだが、ファン？どういうことだ。あの事件を解決したのは俺じゃない。それに今はデカでもないんだぞ。だがそれが四課のお前と何の関係があるんだ。で、俺じゃなきゃできない任務ってのは何なんだ。なるほど。じゃあ四課と二課はこのもう一人の男が何者なのかを探ってるのか。させん。リンゴを持ってきてくれたか。さあよこせ。大した投資だ、父親譲りだな。なら喜ぶがいい。時期に合わせてやる。いつまで戦い続けられるかな。止められるものが。やるではないか。だが無駄だ。させん、させんぞ。これは天命だ。私が預言者なのだ。すまんな諸君、常に油断は禁物でね。あんたがタロボットか。ミスター・サリバン、それにミスター・ドレイク。銀だな。16世紀でエリザベス様式のデザイン、フランシス・ドレイク教のモットーが彫ってある。これはどうやら本物のようだ。これでクライアントもご満悦だ。お前たちに選択する権利などない。指輪を渡して金を持って紳士らしくこの場を去るんだ。こそ泥目。私がか。じゃあ君たちは何だ。やめろ。チェックメイト了解。なんだそれは。何をした。ゴーストになったろう。だがそうはいかん。ゴーストなんざ消える。二人で根絶やしにするんだ。ジャーディ、君のおかげで私は事実に目を向けられた。私は太古からの夢を叶える。もう誰も死ぬことはない。もう二度と引き離されることはないんだよ。生と死が一つになるんだよ。ローラー、見つけられないんだ。呼んでも来てくれないんだ。きっともうあなたを見てもわからないんだよ。あなたは変わってしまったから。会いたいんだ。家族に会いたいんだよ。会いたかった。ずっと会いたかったよ。止められるのは君だけだ、ジョディ。頼む。わお。ヘマしたと言ったな。どんな？お前の目の前にいるのはブルームの天敵だ。もう何年も奴らから逃げてる。ああ、ああ、もらおうか。大好物だ。そうだ。ありがとよ。シリは死んだ。白き霜の予言だ。知っているだろう。シリはそれを止めたんだ。自らを犠牲にしてな。一応封鎖してるんだろう。関係ない。持ってきたか。評判は聞いている。マスターオルト、疑いはしない。ほら、代金だ。依頼通り宝石だけだ。ここじゃダメだ。すぐに機械はできるさ。
ウィッチャーだからな。好き嫌いはいかんぞ。夕食はちゃんと食わんとな。さあ食うんだ。ちゃんと食わんといかんぞ。食えよ、ほら食うんだよ。我にはとっておきのごちそうでな。わかるか。すぐ戻ってくるからな。あの野郎どこ行きやがった。隠れても無駄だ坊や。寝かしておこう。ここに数日いれば町まで連れて行けるだろう。ルーカスの昔の部屋がいい。嘘だろ、別の部屋にしてくれよ。ルーカス静かにしろ。もう使ってない部屋だろう。民宿をやるのが夢だった。ガレージへ行け。ロープを取ってこい。行け早く。残虐と無法がはびこる時、ローブリンガーが正義をもたらす。我らの鎧は最上のものだ。その構造は我々騎士団の秘伝でもある。携えるのは史上生み出された中で最も用途の広い武器、ポールアックスだ。もしも我らを前にしたなら、過ちを犯さぬよう祈れ。もうすぐ君に本物を見せてあげる。世界はどこまでもつながってる。だからここを出たら月にだって行けるんだ。依頼料を聞いたんだぞ。なんだこれは。その男なら多分引き受ける。彼に頼め。ボスはあんたを見込んだんだぞ。だったら見込み違いだ。何事にも初めてはある。やめといた方がいいぞ。俺に指図できる立場だと本気で思っているのか。10秒やるから考え直せ。5秒やるからこの汚い手をどけろ。